ストライクルーシャドー、こんにちは、エクストラクルーシャドーのベイブカケトリックス、トウノグチョンです。はい、ということで登録者100万人&モーツト公式チャンネル5周年のスペシャル動画ウィークがやってまいりました。ありがとうございます。1月30日にもね、いろいろと発表させていただきましたが、今回はさらに詳しく紹介できたらと思います。はい、内容盛りだくさんですので、お品書きを作ってまいりました。こちらでは、まず1つ目、スペシャル動画ウィーク始まるよということで、本日2月3日から9日までの期間をモンスト公式スペシャル動画ウィークと題して、いつもよりパワーアップした曲を公開していくと常にお伝えしていると思いますが、今回はウィークでどんな動画が公開されるか紹介していきたいと思います。2月4日ムーリーズエンジェル、今回はバンブーサーシャが東秀祭シャラフを使ってクエストに挑む。さらに今回はムーリーズデビルの14とブレイブが登場。ムーリーズエンジェルの運命はどうなるのか。2月5日はウエスト決定解説豪絶アドブタ、ゲストにステージ制作者とペンペンさんを迎え、豪絶アドブタのクエストを徹底解説。これを見ればアドブタが楽しくなること間違いなし。2月6日は重心からの挑戦状、今回はどんなお題を出してくるのか。2月9日のモンスターストライクでパーティーで結果発表するので要チェック。さらに2月6日はもう1本、芸術の国、過去に公開した芸術の国がパワーアップ。モンスターアニメでも大活躍のあのソロモンがプロの手によって芸術作品に。2月7日はバラエティ最強タッグ決定戦予選会、モンスト公式チャンネルでおなじみのあの方々がタッグを組んで登場。過去に行われた様々なバラエティ企画で対決します。6チームのうち決勝ラウンドに進めるのはどのチームか。決勝戦は2月9日の生放送で。2月8日はエクスカリバーに行ってもらってみた、人気企画行ってもらってみたにエクスカリバーの声優小西克幸さんが登場。今回の行ってもらってみたはいつもと一味違う。そして2月9日はモンスターストライクでパーティー、こちらを後ほど追加情報を発表します。お楽しみに。はい、とこんな感じでね、豪華な企画が公開されます。2人ともおすすめの企画は、やっぱ芸術の国じゃないですか。ああ、元々は僕が考えたやつですから。そうですね、僕らで一緒に考えたやつがパワーアップしてくるから、はいはい、どんな企画になるのか。どうなるんだろう。ログジョンは、私はね、豪絶アドブタ解説ですかね、うん、今まで爆絶の解説はしたことあるんですけど、豪絶初めてなので、はい、確かにぜひ見ていただければと思います、うん、はい、ということで楽しみですね。さらにこちらスペシャル動画ウィーク限定のツイッターキャンペーンが開催されます。本日2月3日から2月9日の間、ツイッターでモンスト動画キャンペーンをフォローし、ハッシュタグモンパ2020のハッシュタグをつけて動画ウィークの感想をツイッターに投稿すると、ギフトコード5000円分などの豪華商品が当たるかもしれないんです。商品は投稿数に応じて豪華になっていくので、じゃんじゃんキャンペーンに参加してください。続いて2つ目、モンスターストライクでパーティーのおさらいということで、すでにホームページやモンストニュースでいろいろと発表してきたモンスターストライクでパーティーですが、まだ見てないよという方もいると思うので、当日のタイムスケジュールをおさらいしていきましょう。こちらです。はい、ということで、もう少し詳しく見たいという方は特設サイトにも書かれておりますので、そちらをご確認ください。川岡さん、リュックスさん、楽しみな企画ありますか。あるよね。まあそれはね、うん、まあ、もちろんね、全部ね楽しみというか、はい、おすすめだなとは思うんですけどね、まあ、モンスターバラエティー最強決定戦、誰が1位になるのか、どんな人が来るのか、はい、そこ楽しみですね。私はですね、やっぱり教えてソロモンモンスト動画ランキング、おこれはですね、今までのやつがねたくさん出てくるのでっていうのと、あとは声優さんがね、やっぱ内田真彩さんが紹介してくれるっていうのはすごい豪華なんですよ。素晴らしい、確かに楽しいですよね、はい、どんな内容かも気になるところなんですけど、はい、ソロモンが動いてるだけで楽しんでいただけると思います。のぶちゃんは、私はやっぱりモンストニュースがなんといっても楽しみですかね。なるほどね、皆様がね、楽しみにしていただいてると思うんですが、はい、盛りだくさんの内容になっておりますので、皆さんぜひご覧ください。生で見たいという方もストアで行う企画に関しては観覧可能ですので、ぜひエクスラックストア渋谷まで遊びに来てください。そして
ね、ストアで企画を行っていない間も使ってみたの背景を使った写真撮影ができたりですとか、モンスト声優の荻野さんや星野さんにその場でストライクショットを言ってもらえたりするリアルイベントもすげえご用意しております。放送した方がいいぐらい、もったいないですよ、もったいない。でモンストニュースの観覧なんですが、混雑が予想されますので整理券をお配りいたします、はい、こちらは先着100名様となりますのでご注意ください。そしてここで男の一発勝負、武藤敬司 VS 東秀斎写楽に出ていただく武藤さんからのコメントがあるそうなので見てみましょう、こちらです。具志堅用子のやつ、あのゲーム意外と面白かったね。はい、普通よ、俺使うだろう。あのエイプリルフールの、はい、あれ100万回以上のアクセスあったらしいじゃん。そうですね、はい、公開いただいて。普通俺だろう。そうですね、はい、俺でやらないただちょっと出ていただくってなるとモンストを勉強してもらわないといけないことになるんですけど、武藤さんはモンストってやられたことありますか？いや、分かんない。俺のゲームはもうインベーダーゲームで終わってるから俺なるほど。え、難しい？いや、簡単です。本当に？はい、簡単です。物覚え悪いよ今から努力する気持ちだけはね、はい、ね、持ってるから、うん、分かりました、うん、じゃあ今から教えてよ、うん、教えますので、うん、じゃあ頑張っていきましょう。 OK。 これ俺ガラケーだったらヤバかったね。1週間前に偶然だよ俺あれ何これ、どういうこと、意味わかんない。 この手前のこの味方に当たってもいいの、そのああそれに対応したアビリティを持っているキャラクターたちがシュートリーガー、チュートリアって言ったら笑いゲームじゃん。ワープっていうのを無効にする効果を持っているキャラクターなので、そのギミックに合わせたキャラクターを連れていかないと。何を選んでいいか分かんないな。みんな6だな、星6。そうなんですよ。全然長倉新八って感じじゃないよね回収して攻撃をするとよりいい。そうです。なんだこれ。これがダメージボールになります。あ、やられそうじゃん俺いつの間にか。そうなんですよ。こんなの遠くて取りに行かないんじゃないの。いや大丈夫です、行けます。でゲージも意識して、あ、いいっすね。これで、体力はかなり回復しました。下の、ストライクショットが打てるような状況になっています。意味わかんない、ストライクショット。ああ、これか、はい、これを押すのか、これ、あちょっと失敗したな、そうですね。ああ、足りなかった。でも、これで倒せました。これは、プロレスラーの武藤敬司です。俺は努力してここまでプロレスが強くなった。これからもっとこのノンストップ努力して頑張って練習して、きっと生ライブで勝ってみせる。よろしく。イエー。無事武藤さんはクリアできるのか。しかもね、生放送には今話題の長州さんも駆けつけてくれそうなので、現場がどうなるかね、もうドキドキでございます。違う、ドキドキが乱闘かな、乱闘かな最後に3つ目、5回まで弾けるストライカーズコレクションの結果発表。ということでね、1月30から2月2日の間に募集していたストライカーズコレクションの結果を
見ていきたいと思いますが、皆さん応募ありがとうございました。ありがとうございます。さて、どのキャラが選ばれたのでしょうか。こちら。はい、というわけでこんな感じになっております。こちらのね、15位までが出現率アップで配出しております。さらに1位から5位が、キャラはさらに出現率アップということなので、このチャンスをお見逃しなく。期間は2月4日の12時から2月9日の11時59分になっておりますので、ぜひ皆さんお間違いないよう。そしてね、お一人様10連が5回までとなっておりますので、こちらもね、チェックしていただければと思います。いやー、スペシャル動画ウィーク楽しみだね。楽しみすぎます、はい、作ってても楽しかったし、はい、みんなの、ね、反応もすごい楽しみです、はい、はい、ということでスペシャル動画ウィークみんなで楽しんでいきましょう。それでは